チャンネル5周年ということで、光チャンネルに関わっての思い出一人ずつ話していきましょうか。じゃあ良かったこと話しましょう。じゃあ良かったこと、同人生が変わったか、やってなかったらこうなってただろうなっていう予想と、佐々木さんからいきますか。良かったことですよね。はい、どう人生が変わって、うん、逆にやってなかったらどんな人生歩んでただろうなっていう予想。まあ、多分やってなかったら僕普通にずっと美容師としてやってたと思うんですでも美容師やってる時もずっと僕はこのまま美容師をやってって失敗はしてないんで普通に生きてくのどうなんかなと思ってたんですよ、正直。思ってたんですね。はい、結構いろんなことに興味があるんで、まあ、刺激がないなみたいな。そうですね。ただ毎日同じことの繰り返しになっちゃうじゃないですか。で別にそれもそれですごい楽しかったんですけど、もっといろんなことやりたいなとはずっと思ってて、でそのタイミングでこうヒカルくんと関わるようになって、 YouTube の世界って多分一般の人からしたらめっちゃ楽しそうなんですよ。それは言われますね。もう本当に何してもコンテンツになる。で自分がやりたいと思ったらそれ仕事になるじゃないですか。だからめっちゃ楽しそうだなって思ってるところにこうちょっと自分が関われるようになった時にやっぱめちゃくちゃ楽しいですよ。だってもし僕がこれやりたいと思ってちょっとこれやりたいですって言って、はい、OK だったらそれ仕事になっていくわけじゃないですか、はい、そうですね。マジでいいことしかないですけどね。なんか嬉しいですね。それは今まですごく頑張ってやってたこととかももうロケットがつくように今やったら全部バーンってなるじゃないですか。だからマジでこれ選ばれた人になれて僕はめっちゃ良かったなと思ってますよ。いや嬉しいですね。本当に佐々木さんがいるおかげで僕らここまで来ますからね今。確かにこんな伸びなかったんでやっぱ安定感が違いますね。前さんの2人やった時と比べたら、まあ、助かりましたね。佐々木さんがいたら本当に前さんの代わりを唯一今こなせる人なんで、前さんがいなくてもどっかの撮影とか佐々木さんが同行してくれるだけで全然違ったりとかするんで、はいはいはい、それやっぱ違いますね。実際僕ってヘアメイクやってその後何してんのってめっちゃ言われるんですよ。意外とすることあるじゃないですか。まあけどそれ何してるのって言われて何とは答えられないことをするじゃないですか。その時に必要なことをしてるだけで、はい、だから何してるって言われるとちょっと難しいなと思ってたんですけど、一時期だってチェキ会とか行った時ずっとマリカしてましたからずっと俺が休憩で帰ってきたらずっとマリカしてるっていうもうずっとマリカしてマリカ永遠に永遠にしてましたからね。マリカマリカ今やってなくないですか。忙しいんですよ今永遠とマリカやってた本当にこのいつまでマリカし続けるんだろうなみたいなマジでずっとやってましたからね、うん、あの時は。いやでもマジで本当に僕は人生変わったなと思いますよ。あと周りの人にも、うん、こんなに一人の人との出会いで人生変わる人っているんだねって言われます。へえ、そんな言われる。言われます。変わりまくってますもんね。いや変わりまくってますよ。 YouTube ってなんか芸能人みたいなもんですもんね、うん、半分もテレビ局みたいな。そうっす。それこそだって僕2年か3年ぐらい前カンコロのヘアメイク行ってるんですよ。え、そうなんですよ。はい、出る人のヘアメイク行ってるんですよ、はい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 、僕だってこの人あるって分かる確かにメイクする側がどういうことなんありえないですもんね。そんなことを可能にさせるこのチャンネルの力、うん、まあ確かにな。マジですごい。よくよく考えておかしいですもんね。だからだってカンコロに行ってたヘアメイクの人たちあれみたいな前横でヘアメイクそうですよ。あれどうなったみたいな、うん、なんなんあいつまあそうなりますよ、ね、はい、すげえな、そう考えたらマジで。確かに。で、たまたま僕が今いますけど違う人でもおかしくないじゃなかったわけ。まあヘアメイクのポジション、うん、あともう一人確かに専属でいうか結構な回数やってたくる人いたんですよ、うん、あ男の人で。そうですよね。はい、いたんですよね。だから別にどっかでちょっと違ったら違ってたわけじゃないですか。最初佐々木さんよりそっちの人の方が多かったんですよ。そうですよね、はい、多かったっすね、うん、だからなんかマジで運命ってすげえ、まあ、ベルギーが変えた気がしますね。確かに、うん、ベルギーはやっぱりなんか僕の中でも一生に残る数日間というか、うん、あんな濃い1週間なかなかないだろうなって思うぐらいのあれだったんで、2回行ってますからねベルギーに一緒に、ね、2ヶ月ぐらいの間で。そうですよね。10日間2回行ってるんで、うん、確かにあれがだからでかかったですね。やっぱ一番あれなかったらここまでなってないですかもしれないです。あれでなんか佐々木さんがおったらすごいやりやすいなってなったんですよね。そこでやっぱ分かった気づいたというか、今までは動画撮影の時に同行してもらってなかったじゃないですか、うん、そうですね。 PV 撮る PV 撮る時だけだったんで、はいはいはい、普段の動画撮影に同行したのがあれが初めてだったんですよね、うん、ベルギーの時は。あそこでだからあなんかやりやすいなって思ってて、でも前さんに最初相談した時はいやでもどうかなって言ってましたけど覚えてますよ、ね、前さん、いや正直佐々木さんが入ったのって僕のご利用しだったんです。うん、そうですね、本当に僕がもうご利用しましたね。そのもう一人僕の裏方やってくれてる人がいて、はいはいはい、前さんがいて、でも別にこれそんなずっと入れるほどのことでもないんじゃないのって、うん、入ったところでやることないよみたいな、うん、なって、はいはい、いやいやいや違うと、そんなレベルじゃないと、お前らの見てるとこ浅いっていう風に言って、前さんにそういう時俺多分結構キレてるんですよ。ええー、浅すぎると見てるところがあって、でほっぺどく叱って入ったそうですね。佐々木さんも最初は別にそんな気持ちもなかったんですか。だから僕としてもそんな風に言ってもらえると思わないじゃん。あーまあそうですよね。それこそ前さんみたいな感覚で別にヘアメイクってヘアメイクやったら何するんって感じに思われるから。でも俺は前さんに佐々木さんの重要性を解いたんですよ。いやこれこう変わると、で前さんが納得して、で入ってみて前さんも多分うわ
って思ったんだ多分、まあ、入ってみて本当に思いましたね。それはマジでヘアメイクの部分しか見てないじゃないですか、ぶっちゃけ僕とかって。まあ、確かに光で結構いろんな部分見れる。確かに確かに僕とかあんま見れなかったんで、うん、で入ってみたらヘアメイクはもちろんなんですけど、やっぱその動画の空気感っていうのを安定させてくれるというか、気遣いがすごいんで他の苛立たせないというか、だから俺だけのやっぱ苛立つじゃないですか。マイスさんの苛立ちを緩和させるっていう役目。まあそれってめっちゃ大事なんですよ。1日で1本も撮れないとかってあったんですよ、これまで。もうそれがなくなったんですよ。佐々木さんいたら絶対1本は撮れるというか、撮れる2本3本撮れたりとかもするし、やっぱこのルーティンがすごい。俺の1日のルーティンって半端ないんですよ。俺起きてシャワー浴びたらここにスチーマー置かれてるここに正方形でかいでかいスチーマー置かれとって、もうそれ水が入っとってボタン押したらふわーってスチーマーが湧いてるようになってもね、出るわだからもう頭洗ったらもうここ自動でここに来たら全てが俺揃っとるわ。起きた時には佐々木さんもう家おるわけっていう状態なの。こんなんありえへんわけよな、マジで。もう美容室を家に作りましたみたいなぐらいの感覚やから、それがすごい楽なわけよ俺からすると。今までやったら美容室に自分で足運んで行ってたんですよね。行ってましたね、起きてから。だからそれがめっちゃ手間でもうストレスだったんで、もうそれもなくなったのもやっぱ全然違いますよね。一気にだから本当に楽になったというか、佐々木さん加入で。マイスさんが来る前に佐々木さん来てますもん。そうですね、まあ、確かに僕の方が多分ちょっと早い。遅れてきた時の前さんの入ってきた時の顔やばいっすよやったなみたいなもう足音が普段の 1.5 倍ぐらいですよ、前さんちょっと遅れてきた時ってで、なんかもう今度撮っとこうめっちゃ面白いですから、マジで即戦力で俺言っとったよな。俺らの会社の収入が佐々木さん入れるもんって、俺は 1.3 から 1.5 倍になる見込みがあるって。実際その通りになりましたね。本当にそれぐらい効果がありました。リアルな話すごい本当に良かったですね。入って1ヶ月ぐらい実感しましたから、そこに関しては。まあでそう言ってもらえるとね、なんか僕もいて良かったなって思うんで、それが今はもう、こう動画にも出るようになるっていうのは、まあ、その時予測してなかったですけど、確かに、うん、で後で知ったもん、佐々木さんがこんなマルチな才能を持ってる人なんだっていう。本当にそうだよ何に対しても強い。それは後で知っていったというかだってやばいですよ、大食いもできるし早食い。そうそうそう、それも知らなかったよ。身体能力の化け物いろいろ持ってるんで、それはほんま知らなかった。分かんないじゃん、でも実際そんな、うん、まあそういうのは隠しといた方がね。だって最初に僕こんなんできますよ、ヒカルくんちょっと会社入れてくださいってやつ、多分めっちゃ来るじゃないですか。あ、まあ、来ますね。だから僕が横にいて、そういう人いるじゃないですか、はいはい、いやお前ら近づき方違うって思って。あ、なるほどね違うそれじゃないからノーアルだから爪隠すんだよ。そう佐々木さんの俺すごいなと思ったのは、美容師やってた時から僕らが行ってもそれをなんか宣伝しないというか、あげるじゃないですか写真とか。確かに言われる、うん、でも佐々木さんで一切それなかった、はい、俺も言われたことない佐々木さんに。確かに写真撮りましょうって言われたことない、うん、確かに。へー珍しいよな、それ。珍しいです、マジで。普通は美容室宣伝してくださいってなるんで。そうっすよね、うん、なんかそれってなんかもうちょっと関係値嫌な感じになるじゃないですか、うん、お互い気使って。佐々木さん余裕があったらでかかったっすね。まあ普通の美容師じゃなかったっすもんね。そうっすね、個人でも結構こうちゃんといろいろ仕事してたんで、うんうん、それがでかかったっすね。